午前4時半。古墳の空はまだ夜明け前の暗闇に包まれていましたが、暖しい一日の始まりを告げるように、東の空がうっすらと赤く染まり始めました。しかし、いつもなら静かなこの時間帯、今日はいつもと違いました。瞬しいコストコの入り口から長者の列が伸びていたのです。朝の寒さの中、たくさんの人が開店を待ちわびていました。今日は古墳にとって、ただの一日ではありません。町に初めてコストコがオープンする特別な日なのです。お買い得商品を手に入れようと、人々の熱気は高まる一方でした。コーヒーを片手に、これから始まるお買い物に胸を上がらせながら、挨拶を回したり、話をしたりする人の姿も見られました。コストコの魅力に惹かれ、隣の町から来た人もいます。古墳に住む人たちも、この巨大スーパーの開店を目の当たりにしようと、ワクワクしていました。町の未来に新たな希望を感じさせる、そんな朝の始まりでした。コストコのオープンは、地域経済にも大きな影響を与えることでしょう。これからの古墳が、どのように変わっていくのか、期待が高まります。なぜこんなに朝早くから並んでいるのでしょうか。多くの人にとって、日用品がお買い得価格で手に入るというのは、見逃せないチャンスです。食料品や日用品をまとめ買いできるだけでなく、ついつい衝動買いしてしまう人もいるかもしれません。また、広大な店内を探索し、掘り出し物を探すワクワク感を味わいたいという人もいます。そして、コストコならではの体験を求めてやってくる人もいます。無料試食、掘り出し物との出会い、その相関さは見逃せないイベントなのです。コストコを使い慣れたベテランも、初めてのコストコに目を輝かせる人も、この日のために早起きした人たちは皆、特別な瞬間を共有したい。コボルでの開店日に、コストコの魔法を体験したいと、という共通の思いを持っていたのです。そのため、早朝から並ぶことも厭わないのです。彼らにとって、これは単なる買い物ではなく、特別なイベントなのです。ついにドアが開き、第一陣の買い物客が店内に押し寄せると、そこには、まばゆいばかりの商品が並んでいました。日用品から高級品まで数えきれないほどの商品が巨大な棚にぎっしりと並んでいます。巨大な薄型テレビの隣には山のようなふわふわのタオルが積み上げられています。業務用サイズのピクルスの瓶はベーカリーコーナーの美味しそうなペストリーと並んで置かれています。しかし、最も注目を集めていたのは他ではなかなか見かけないようなユニークな商品でした。子供たちは、そして、正直に言うと、大人も、巨大なテディベアに引き寄せられ、その柔らかい毛並みに触れていました。お肉コーナーは、肉好きにはたまらない空間です。分厚い牛肉や丸焼きチキンは、大人数家族でも食べきれないほどのボリュームです。そして、店内国庫に設置された無料試食コーナーの魅力には、どんなに自制心のある人でも勝てないでしょう。さらに、家電コーナーでは、最新のガジェットが並び、テクノロジー好きの心をくすぐります。どこを見ても、驚きと興奮が止まらない、まさに、ショッピングの楽園です。この日を何ヶ月も前から楽しみにしていました。と、2児の母親である花さんは、片手に巨大なテディベアを抱えながら、興奮気味に話してくれました。値段も魅力的だし、古墳にコストコができて本当に嬉しいです。近くの町から車で来た元教師のケンジさんは、コストコのことはいろいろ聞いていましたが、本当にすごいです。何でも揃っていますね。と感心していました。しかし、誰もが手晴らしで喜んでいるわけではありません。経済効果の可能性を認めつつも、交通量の増加や地元商店への影響を懸念する声も上がっています。しかし、懐疑的な人たちでさえ、この日、コウドゥを包んでいた高揚感を否定することはできませんでした。シティ。コストコのコウグル進出は、批判がないわけではありませんでした。一部の住民は、
交通渋滞の増加や地域資源の逼迫など、町のインフラへの負担増を懸念していました。また、小売大手であるコストコの低価格に対抗できるかどうか、小規模事業者への影響を懸念する声も上がっていました。しかし、多くの住民は、コストコの進出を進歩の証であり、地域経済にとってプラスになる可能性があると捉えていました。新規雇用の創出、近隣からの買い物客の流入、地域でより幅広い商品を手に入れられる利便性などは、すべて良い点として捉えられていました。大きな変化には必ずつきものですが、成功の鍵は、機会を最大限に活かしながら、課題に正面から取り組むことでしょう。グランドオープンのセールや、大容量のお菓子の興奮もさることながら、コストコの進出は、興奮にさらなる影響を与える能性を秘めています。店舗内や、関連産業における、新規雇用の創出は、地域経済の活性化に大きく貢献する可能性があります。また、近隣からの買い物客の流入は、中心市街地の活性化、ひいては、地元商店の顧客増加につながる可能性もあります。さらに、コストコのような大手小売店の進出は、他の企業をこの地域に誘致し、経済成長を促進する可能性もあります。重要なのは、コグンがこれらの機会を効果的に活用し、コストコの進出による恩恵が地域全体に行き渡るようにすることです。広々とした通路と、床もしと商品が並ぶコストコの倉庫店は、単なるお店を超えて、地域の交流の場となる可能性を秘めています。コストコの定番であるフードコートは、買い物の後、友人や家族とピザやホットドッグを食べながら語り合うことができる場所です。広々とした店内と明るく開放的な雰囲気は慌ただしい日常から解放される空間を提供してくれます。掘り出し物を探したり、日用品を買いだめしたり、あるいはただゆっくりと通路を散策したりと、コストコは郊群の人々にとって集いの場となる可能性を秘めています。コストコのコグン進出は、単に新しいお店のオープンというだけではありません。町の成長と大手企業を誘致できることを象徴しています。それは、コグンの人々の努力と献身の証であり、進歩の証です。そして、急速に変化する世界においても、地域社会の精神と、人と人とのつながりへの欲求は、依然として強いことを、私たちに気づかせてくれます。コストコは独自のやり方で人々を結びつけ、一体感と共有体験をそたむ可能性を秘めているのです。夕日がゆっくりと沈み、駐車場に長い影を落とす頃、グランドオープンの興奮は徐々に未来への期待感へと変わっていきました。コストコはコデデにやってきました。そしてその影響は、今後何年にもわたって続くことは間違いありません。課題があることは間違いありませんが、プラスの変化の可能性は否定できません。綿密な計画、オープンなコミュニケーション、そして地域社会の幸福に対する共通のコミットメントがあれば、コストコ郊群店は大手小売店がどのようにして繁栄するだけでなく、その地域社会の活性化にも貢献できるか、その素晴らしい例となることができるでしょう。